こんにちは。今日はですね、これからの、夏の季節に向かって、日焼けをね少しでも少なくしたいなと思いましたので、こちらのようなハンドカバーっていうんですかね、もっとこう長くなったらアームカバーとか言うんでしょうかね、こちらの方をね作ってみようかなと 思います。こういう感じでこのぐらいまであるんですけど、私の手でこういうふうにね編もうかなと思います。ここのところにちょっとレースを入れて、ちょっと夏らしくねしてみようかなと思います。これのね作り方の紹介をします。はい、材料です。今日はこちらの方ですね、これは100円ショップのダイソーさんでね買った糸なんですけれど、これがちょっとこういう、わかりますかね、ちょっとコブがつぶつぶしていて、ちょっと編み目が分かりにくいので、これでなく、こちらのこれも100円ショップの分なんですけれど、アクリッチっていう、これはどこの五商産業さんの分ですね、これで紹介したいなと思います。はい、そしたら、編み図です。はい、ここから、ここっていうのはこういうふうに編んでいきます。ここですね、指先の方からずっと腕の方に向かってね編んでいきます。というのは、ここの長さはお好みで自由にされたらいいですので、こっちから編んでるとねもう決まってしまいますので、ここから編んだらあと長さはねご自由にされたらいいと思いますので、指先から編んでいきます。ここが最初ですね。最初作り目は、長編みを編みながらの作り目をしていきます。また後でね実際にやっていきます。32目作って、立ち上がり、鎖3目ですねやって、で、交差編みっていうんですかね、こう2目2目1目交差する、2目2目いって1目戻るって交差っていう、こういう交差編みを、10模様しますですね。10模様してそれを3段編みますね。そしてここのところで指を通す部分を作りますので、ここ2模様6目をね、ここ鎖にして、4模様したらここに穴が開きますので、ここの部分を親指ね、後から親指編んでもいいですし、このまま親指別になくても十分だと思います。そして、次の段ですね、このまま編んで、そして増減なしで16段まで編みます。で17段目からは、針の号数をねワンサイズ大きいものに変えます。と模様編みを増やしたりなんかするのはちょっと面倒なので、今日は4号を使うんですけれど、ここからは、5号に変えて5段編みます。5段もね模様編みを入れます。そして最後の2段は長編みをですね、入れておしまいです。そしてこの脇のところにレースをつけてちょっと幅をね出すようにしました。はい、そしたら実際にねやっていきます。長編みを作りながらの作り目、これをね結構便利なので覚えておられたらねいいと思います。最初はこのね輪を作りますね。そして立ち上がりっていうか鎖を3目編みます。はい、そして長編みを編みます。最初の目ここに裏山と一緒にすくって持ってきます。はい、そしたらこの1目だけ抜きます。そして残りを2目2目と抜いていきます。これで1目です。はい、次はここをかけて今編んだ、ちょっとわかる、ここがね見にくいんですけれど、今編んだこの目とこの目をすくうようになりします。この2本をねすくいます。かけてここですね、これとこれ
この2本をすくったら糸を取ってきて1目だけ抜きます。そして2目と外します。次はこうかけて、ここですね、これとこれをすくって取ってきて、この糸はちょっとよりが甘いので糸がすぐ割れてしまうんですけれど、取ってきて一目編んで二目と長編みですね、長編みをします、はい、かけてこの目とこの目です。そして取ってきて今取った一目だけ抜きます。そして二目と外しますね。そしたらこちらの方にね、長編みができていくんですね。かけてこの目とこの目を取る。ここにね、ずっと鎖編みができていってますのでね、ここの編み目がだんだんこうできていくとどこ取るかなっていうのが分かりやすいんですけれど、最初はちょっとね、分かりにくいですけどね、一目取って二目と外しますね。かけてこれとこれを取りますね。そして取ってきて一目外して二目と抜きますね。かけてこれとこれですね、鎖の目を取るっていう感じですね。そして一つ取って一つ抜いて二目と外しますね。このようにして編むのは31目ですね。最初の立ち上がりを一目と数えますので31目編んでいきます。これを取って一目二目かけてこれとこれとを取って持ってきて一目抜いて二目。最初にね、鎖編みをやってゴマ編みとかね、長編みをそれに編んでいくと長さがねちょっと失敗したり私はよくしてしまうんですけれど、でこれで編んでいくと今どのぐらいの長さになってるかっていうのが確認できますので結構便利かなと思いますので、この編み方ね、覚えられたらいいと思います。こうですね、かけてここね、入れるところがねちょっと分かりにくいですし、ちょっとカメラにねうまく映らないので見にくいと思うんですけれど、しかもこの糸が割れる、こうして一目二目こういうふうにしていきます。で32目ね編んでいきますね。はい、そうしましたらこれで31編みました。もう一目です。こうしてこれとこれを取ってきて、はい、一目かけて二目と抜きますね。そしてひっくり返して、次から模様編みをしていきます。3目立ち上がります。鎖3目立ち上がって、これ裏を見てね編むことになるんですけれど、この一目を飛ばして次の目、ここから編みます。ここに長編みを入れます。ここに長編みを一目入れます。そして次のところ隣に長編みを入れます。
そして次は最初の目、この目ですね、ここに戻ります。ここに入れる、ここに入れて、そしてこれを持ってきて、そして普通に長編みをします。2目と抜きます。そしたらこういうふうにね、交差をしている、ねじれたように、ね、なります。次の目はこれを飛ばして、ここね、今編んだ目ですね、これを飛ばしてここに入れます。ここに長編みを1目入れます。そして隣の目、ここに入れて長編みを入れて、そして飛ばした目、これですね、ここに戻ります。こういう風にします。この編み方ずっと同じ編み方です。裏向ける時も同じ編み方をしますね。これを一目飛ばして、こちらの方ですね、ここを一目飛ばして長編みを2目続けて編みます。そして飛ばしたものにところへ戻して長編みを編む、ここですね、こういう風に模様編みがね、できていきます。交差編み、正式な名前はもっと複雑な、なんとか右上なんとか交差編みとかいうのがあると思うんですけれど、もう交差編みとだけ言っておきます。はい、2目編んで1目戻ります。こうしてこの戻る時にはちょっとこう引っ張るような感じでしてあげると目が縮まなくていいと思います。ここを飛ばして隣の目に長編みを2目入れますね。そして1目こちらへ戻ります。戻ってこの時にちょっと引っ張ってあげると、そのまま編んでしまうとね、キュッと縮んでしまって幅がね狭くなってしまうので、なるべく引っ張ってあげた方がいいかなと思います。こうしてここね、一目戻りますね。こうして戻った時、こうしてね、ちょっと引っ張る感じ、これを飛ばして、これですね、一つ二つ編んで、でここらへ飛ばした目に戻ります。これを飛ばして、ここですね、これを編んで、そして戻ります。こうですね、で普通に長編みです。これを飛ばして、ここね、最初この1段目、模様編みの1段目だけがこう1つ飛ばしてとかいう風に数えないといけないですけど、次の段からはもう編み目ができてますので同じように編めばねいいです。そして戻って、はい、そして最後ですね、最後は最初のこの鎖編みがここにありますので、この目に長編みを入れます。これで1段編めたことになります。ちょっと可愛いですよね、この編み方ね。そんな複雑じゃないんですけど、複雑に見えるんですよね。そして次、反対向けて進行方向ね、変わります。進行方向は変わらない、裏向けて編みますね。で、全く同じ方向、同じ編み方をします。かけて、これでね、3目で一模様になっていますので、ここを開けて、ここからですね、ここに長編みを入れて、隣に長編みを入れて、
そして一目目に戻る。こうね、戻ります。で、普通に長編みをする。ここね、3目で模様編みができている分の一つ飛ばして、ここですね、ここに入れて、ここに入れて、で戻る。そしたらバッテンがいつも同じ方向にできてるんですけれど、裏から編んだり表から編んだりしていますので、交差の向きがねうまいこと模様になって右が上になったり左が上になったりするんです。こういう風になります。これを、指のところまで、模様編みを4段編むことになるんですけど、こことこういう感じでずっと進めていって一目戻るね、この編み方をずっとねしていきます。これで今2段目を、模様編みを2段目ねしています。これをここですね、ここまで指の穴を開けるところまで 1,2,3 段、下から数えると4段ですけど、模様編みは3段編みますね。ここが編んだのが模様編みを、3段、合ってるかな、 1,2,3 段ね、 1,2,3,4 段編んでる、 1,2,3,4 段編んでますね、間違ってます、 1,2,3,4 段目ですね、4段目目の 1,2,3,4 つ編んだ、ここに穴を開けますので、ここですね、ここまで 1,2,3,4 段目の 1,2,3,4 つ模様を編んだところで指になる分をね開けますから、ここに6目鎖編みをします。 1,2,3,4,5,6 目鎖編みをして、この2目飛ばします。2目模様を飛ばしてここに行きますね。ここの1目飛ばした次の目、ここへ行きます。次は隣、そして1目戻ります。こうですね、このようにしますね。ここですね、こうしてこうして、こういうふうに慣れたらね、この模様編みそんなに難しくないですのでね、私はこれ好きな編み方なんですけれど、こうしてね編んでいきます。この糸がとても編みにくいですね。さっきのあのブツブツした方が編みやすいですけど、目がね見にくいのでこれを使ったんですけど、かえって編むには編みにくいです。この糸が割れてしまってね、編みにくかったです、編みにくいですね。そしたらこういう風に指の部分がねこのようになります。そしてこの指の上ですね、この上を 1,2,3 編んでいくのが、ちょっとこれを編み進めないといけないので、あら、こうですね、
こういうふうに、そしてここまで来ました。4模様ね、4模様したら次が5模様目ですね。 ね、ここまで編んだらこの鎖のところをね、編んでいかないといけないので、裏目がね出ています。で、1、2、3、4、5、6目ね、鎖がありますので、1目飛ばした次の目、ここにこれを飛ばして、ここですね、ここに長編みを入れます。そして隣の目、ここに長編みを入れます。そして戻ります。飛ばした目、飛ばした目に戻って、これを長編みをね、交差して長編みをしますね。次はこれ今編んだ目ですね、ここを飛ばしてこの目、この目に長編みを入れます。はい、隣の目、隣の目に長編みを入れて、そして戻ります。戻りますね、ここね、戻って長編みをします。こういう風になりますね。で、次はここですね、ここに入れて、隣に入れて、飛ばした目に戻る。あ、引っかかる。ここで戻って、こういうふうにしていきますね。で、これが親指の部分ですね。ここですね。親指の部分がこれでね、編めたことになります。ここです。そして今ここですね、編んで上の部分、ここまでね、ここまで編んで最後までいったら、ここ穴がうまくね開きますので、あとは増減なしでずっと16段まで編みます。そしたら16段まで編むと、こういう感じで、ここですね、これが今指のとこです。そして、ここが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16段、ここまで編んだら、あとのここまで編んで、ここからですね、ここから5段、1、2、3、4、5、この5段、この部分を、針の太さをね、1号太いものに変えます。5号針で編みます。今こちらの方は4号針で編んだんですけれど、ここから5号針で編んで、そして最後2段を、長編みで編んでおしまいにしています。これで本体の方がね終わりです。そして指ですね、指をここにつけたい場合は、ここですね、ここに指の高さをねつけたい場合、
校ですね、この部分。これをするのは、どこからしたらいいかな。この辺から、こっちからしようかな。この辺からでも出して、そして、糸をね、入れますね。そして3目、1、2、3目立ち上がりをして、このここにあるよう通りにね、編んでいきます。隣に長編みを入れて、そして一目戻ります。こうですね。そしてここの隣の、これはあの目がね、裏向いてっていうか上下逆になっていますので、ちょっとね編みにくいですけど、うん、あの そのまま続きっていうか、そのここの上のね、この流れにずっと来るようにね、方向を逆に向きますけど、あの別に構いませんので。そして次はこのこことここになるんですけど、この辺がこのままこういくととっても大きな穴が開きますので、こちらかこちらかで一模様を増やすといいかなと思って、ここにここら辺にになってる部分から取るので、ちょっとね分かりにくいですけれど、あのはめてしまうとね、そんなおかしくないので、こういうふうに一目ここで増やしました。横向きに増やしました。そして反対向けて、ここがこことここのところに、ここですね、ここに長編みを入れて、ここに長編みを入れて、そして一目戻る。そうですね。そしてもう一つ、この模様の続きに一目入れて、で隣に入れて、で戻って交差するように、こうですね、こういう風にして、そして最初の立ち上がりの目に戻る。ここがねちょっと穴が開くんですけれど、ここも増やすとちょっと指が太くなりすぎますので、ここはもう増やさないで、このままちょっと大きな穴が開いていますけどね、これは最後にこの糸でね、ちょっとここあの見えないようにね、穴を少し小さくしたらいいかなと思いますね。そして立ち上がりを入れて、今と同じことをねここでしますね。よし、どこだ、これでいいんだね。ここで一目、隣に一目、そして戻る。こういうふうに、ここ指はあの5模様、1模様増やしましたので、5模様で15目あります。
んか分かりにくくなった。これを飛ばすからでいいんだよね。よいしょ、こうしてこうしてこうですね。こういう風にして指を作っていきます。指なくてもね、別にいいかなとも思うんですけどね。そうですね、はい、そして、指は、模様編みを2段編んで、あとは長編みでちょっと調節、1段か2段か長編みを編んだらいいかなと思います。これで戻って、来ましたね。この糸はこれはこれでちょっと見にくいですよね。なんかブツブツしてるので、こうして、そしてここの、ね、こういう感じで、指をね作っていきます。今これ2段模様編みをねしたんですけど、そしてここをちょっとね大きく穴が開いてる部分は最後のここで、この糸ね、この糸でちょっとここをねくぐらしてたら、こういう風にしていると目立たなくなりますね、この穴がね。はい、そしたらここからレースをねつけていこうかなと思います。これちょっともったいないけど、ちょっと切りますね。まだ途中ですけどね、切ります。はい、そしたら今からレースをね作っていき、つけていこうかなと思います。このレースは、これは結構太いめのレースなんですけど、7センチぐらい幅があるんですよね。こういうレースなんですけど、それの、この長さ、今回はこれが、25センチぐらいあるんですけど、自分のね長さ、好みの長さでいいと思いますので、長さにレースを切って、このねここほどけてきますので、こう三つ折りにして、ここは手で縫ってもいいし、ミシンでねふさっと走ってもいいと思いますので、端の始末をねして、こういうここね、ここ端始末しています。こっちとこっちと、そしてこのように乗せて、ここを、こういうピンで留めたり、安全ピンなんかでねしつけ、待ち針を打つとねちょっとこうくちょくちょっと持ったりするとか痛いですので、止まりにくいですから、こういう安全ピンなんかが便利かなと思います。そして縫うのは、普通の糸でね縫っていきます。この編んだ糸だとレースの部分が通りにくいと思いますので、このように置いて、こうですね、こう置いて糸を目立たないところから入れて、そして返し縫いはこう入れて、一目こちら後ろ行きますね。後ろに行って、そして前進みます。ちょっと見にくいですね。こうして今出てるのがここですけど、戻って進んでいく。
こういう感じで普通に波縫いジグザグ運針のようにしていくだけではちょっと引っ掛けて、破れたらそこからバーッと全部ほどけて外れてしまいますので、こうやって返し縫いをしているとそんな急にすぐほどけたりねしないので、これがいいかなと思いますね。そしてあんまり引っ張りすぎないように、こっちをねギュッと引っ張るとここが引きつれてきますので、やんわり一目を返して、そしてレースも穴がこうね穴がありますので、レースの方にもきちんと縫い目がいくように、あんまり大きな目でなく細かい目で縫っていったらいいかなと思いますね。このようにね縫っていきます。こういう感じですね。そしてこれをずっと端までここまでね縫います。そして逆の方も今ねここを全部縫ったら次はこれがこうなりますね。そしてこちらの方もピンでしつけをして、そして返し縫いをここねずっと返し縫いで縫っていきますね、普通の針で。そしたらこういう風にね筒状になります。そしてね腕の方ここね、こっちの方がちょっと毛糸じゃなくないしゴム編みもしていないので緩いんですよね。なのでずり落ちてくる腕にした時にずり落ちてきたりしますので、こっちの方はこういう感じでここにもレースをね貼って、ここの中にこれねゴムをね入れたんです。こういう感じで、あんまりきついゴムでなくって、これは何だったかな、マスクか何かにするような丸い柔らかいゴムなんですけど、これをね入れています。そしたら少しマシかな、ずり落ちるのがね。で右手左手はどちらも一緒でいいと思いますね。これ真ん中に穴開けていますので、こうですね、こちら右手にしても右手ここねこのぐらいまであるんですけど、右手にしても左手にしても、で外側にレースが来るようになります。こういう感じですね。まあちょっとねこの辺の日差し余計になるかなと思います。この穴のように焼けることはないとは思うんですけどね、まあこんな感じで、ちょっとねいいかなと思いますのでやってみてください。もしここが緩いようで、気になるようでしたら、ここのところにも、レースを貼って、レースはあまり上からあってもいいかな、中でもいいですよね、中に貼ってゴムを入れてもいいかなと思いますね。その辺はまあご自分でね考えて、あんまりうるさくならないようにね、レースだらけもちょっと変ですのでね、それか少しきつい目にここを編むとかね、ちょっと工夫をされたらねいけるかなと思います。はい、今日はこんな感じでちょっとなんかたどたどしくなりましたけれど、こういうのをねやってみました。ぜひねやって編んでみてください。はい、どうもありがとうございました。